はい、私は今水戸市の、三の丸にあります水戸市役所臨時庁舎に来ています。というのも水戸駅の前の商店街歩いていますと水色の爽やかなポスター多く見かけたんです。今週末に何かイベントが行われるということでこの時間3階にあります商工課にやってきました。一体どんなイベントなのか詳しいことをお伺いしていきたいと思います。この時間お話を伺うのは水戸市商工課の草野綾さんです。綺麗どころにこの時間ちょっとお話を伺うということでドキドキしています。草野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず今回のこのイベント、後ろにもポスターが多く貼ってあります。隣でも載っていただいていますが水戸まちなかフェスということですが、どういったところからこのネーミングが来たんですか？はい、水戸の街中で行う大きなお祭りということで水戸まちなかフェスティバルとしました。略して水戸フェスです。水戸フェス、これは覚えやすいですね。はい、今回水戸フェス、どういったイベントなのか詳しく教えていただけますか？はい、このイベントは東日本大震災からの復興に向けて力強く進む水戸の姿を広く発信して、そして何より水戸の街を元気にしようという趣旨で様々な団体が協力して実施する新しいスタイルのイベントです。どんなコンセプトですか？はい、水戸のメインストリートである国道50号の中央郵便局から大工町交差点までを歩行者天国にして、そこで映画や演劇、ファッションショー、ご当地グルメに音楽ステージ、そしてフリーマーケットや農産物の販売など水戸の魅力をぎゅっと濃縮したイベントです。このイベントの最大の特徴として会場内にバスレーンを設けて、そこに無料のバスを走らせるという県内初の取り組みを行います。約15分間隔で運行されるこのバスを利用すれば、お子様からご年配の方まで会場内で行われるこのイベントを自由に行き来できますので、会場全体をお楽しみいただけます。いや、楽しそうなイベント盛りだくさんということなんですが、このバス、どうも落書きもできるんですか？そうなんです。1台のバスなんですが、はい、大人の方から子どもまで皆さん自由に落書きをしていただいて、しかもそのバスを走らせて運行して乗ることもできるんです。そうなんですか。では当日にまず落書きをして自分の落書きしたものがちょうどラッピングされているそのバスに乗って楽しむことができるんですか？そうなんです。うん、楽しいと思います。そうですよね。私だったら何書こうかな、ちょっと今から、ね、考えておきたいと思います。そして草野さん、おすすめのイベントというと何かありますか？私は市民マルシェと言いまして、ここで集まった、はい、市民参加による市場なんですが、いろいろな食べ物やキャンペーンなどもあって、もう水戸ならではの納豆の粘り丼とか玄米コーヒー、いろんなおいしいものがたくさん揃っているので、ぜひ水戸の味も味わっていただきたいと思います。粘り丼、もう聞いただけで、ね、ネバネバしてておいしそうですけども、ぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいと思います。そして今回のこの水戸町中フェス、バーバルバールというイベントも同時開催だそうですね。そうなんです。今までは4つのイベントを別々の日に行っていたんですが、今回は同じ日に同時開催することで相乗効果が上がることも期待しています。4つのイベントといいますと、他の3つのイベントとなるとどんなイベントですか？はい、他に水戸ペタや、あと水戸スタンプラリー大作戦、あとワンコイン商店街といって、そうですね、街のあらゆるいろんなイベントが行われるんですが、ワンコイン商店街は100円や500円でいろんなおいしいものを食べたり体験する、いろんな参加型のイベントになっているわけですね。100円そして500円でいろいろと楽しめるっていうのは嬉しいですね。そうなんです。はい、さあ、そして今回この水戸まちなかフェスというフェスティバルに合わせて公式ガイドブックも配布されているようですね。はい、そうなんです。はい、今ちょうど草野さんの手元にあるのがこれが公式ガイドブックということなんですけれども、はい、この公式ガイドブックどこで手に入れることができるんですか？はい、水戸市市役所の三の丸庁舎または南町2丁目の町中情報交流センターなどで配布します。はい、また当日も会場にて配布してますので、ぜひご覧になっていただきたいです。
わかりました。確かにこちらにも置いてありますね。ここに水戸フェスということで書いてあります。公式ガイドブックありますので、あ、ちょっとあらかじめ見ておきたいなということは、まずは三の丸庁舎に来ると良さそうですね。ぜひください。たくさんあります。はい、さあ、そしてイベントたくさんありますが、このイベント事前申し込みが必要なものはあるんですか？申し込みの必要はないので、はい、皆さん直に来ていただいて、たくさん楽しんでいただきたいと思います。わかりました。では特に申し込み必要なしということで、当日行ってそのまま楽しめそうですね。はい、ではこちらの詳細などについてもう一度ご紹介いただけますか？はい、10月28日日曜日午前11時から午後4時まで、大工町交差点から中央郵便局までが歩行者天国になり、映画や演劇、ファッションショー、グルメにライブにマーケット、子どもからご年配の方までみんなが楽しめるイベントになってますので、ぜひ皆さん水戸の街中でお楽しみください。はい、わかりました。今週末10月28日日曜日となっています。10月28日日曜日です。そしてここの会場に、この三の丸庁舎まで来るまでに、あの、もう街中にはですね、28日ここから歩行者天国になりますという看板を多く見かけました。あの、当日はあの結構通行止めになる場所が多いようですね。そうなんです。なので当日はできるだけ公共交通をご利用の上お越しいただきたいと考えてますが、はい、車でいらした方は青柳町の公設地方卸売市場と偕楽園近くの桜山駐車場に無料駐車場を用意していますので、そちらに停めていただき、そこから無料のシャトルバスで会場まで来ることもできます。はい、わかりました。ぜひ皆さんこちら無料駐車場、はい、無料シャトルバスを利用していただいて、はい、はい、お越しいただければと思います。詳しいお問い合わせなどはどちらに連絡させていただければよろしいでしょうか？こちら主催が、震災復興イベント実行委員会とあります、水戸市商工課内となります。電話番号029-232-9185、 029-232-9185 となっています。またフェイスブックの中でもこの水戸フェスについて詳しいことを発信しておりますので、どうぞフェイスブックなどもご覧ください。ということで、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいですね。はい、皆さん待ってます。はい、ということでこの時間は水戸市、三の丸にあります水戸市役所三の丸庁舎から10月28日日曜日午前11時から午後4時まで行われます水戸街中フェスについてご紹介しました。